ただいまから外交防衛委員会会を開会いたします委員の移動についてご報告いたします。昨日までに三浦康史君および豊田敏郎君が委員を辞任され、その補欠として長曽根博文君および武見敬三君が選任されました。防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。